中西明は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員。スク市議会議員、高知県議会議員を歴任。1951年12月7日、高知県スク市に生まれる。中央大学法学部政治学科卒業後、河村雅彦法律事務所に勤務。1995年、スク市議会議員選挙に出馬し当選。1999年、 高知県議会議員選挙に出馬し当選。以後4回連続当選。2015年、任期満了に伴い、高知県議を引退。高知県選挙区直参議院議員候補者に内定される。しかし、同年7月に、いわゆる一票の格差を是正するため公職選挙法が改正され、高知県選挙区は、徳島県選挙区と合億が決定して、合同選挙区となった。 新設された徳島県、高知県選挙区において自民党本部は現職で旧徳島県選挙区選出の中西祐介を公認。中西明は徳島県と高知県の業界票をすべて回すことを条件に参議院比例区に回った。通常は自民党の参議院比例名簿は愛上を順であるが合区対象の県の比例当選を優先させるべく。 例外的に高知県出身の中西明が比例名簿順位筆頭に目立つように記載された。2016年第24回参議院議員通常選挙に比例区より出馬39万2433票の個人票を獲得し党内順位4位で当選した。この自民党個人票4位という結果について自身は 高村正彦副総裁や麻生太郎副総理らから業界団体を紹介され100以上の団体の推薦を獲得したこと、同性の徳島高知選挙区の現職、中西祐介と連動して、選挙区も比例も中西と呼びかける選挙戦術が功を奏したことと、共に憲法改正を正面から訴えたことが評価されたと分析している。なお同じく合区された鳥取県。 島根県選挙区では、旧島根県選挙区選出の青木和彦が再選を果たしたものの、鳥取県代表として比例区より出馬した竹内さんは、時点で落選した。2017年9月、石破派に入会。2021年2月4日、石破派を退会し、竹下派の参院議員、無派閥議員らで構成する参院竹下派に所属しており、 当面はサイン竹下派のメンバーとして活動する。ありがとうございます。